そう、古希のために調達した器の置換前生体 CPU を得て、高校計算機を開発し、それをタイタン社へ売却いたしましたのは赤切研究所の判断であります。うん、器の置換前生体 CPU は APC 用 CPU と入れ替えた時点で破棄すべきでしたから、うん、その置換前生体 CPU は存在してるよな。あのブラックボックスを一般民間企業の一技術者が解明するなど想定しかねます。万に一つもありえませんって言ってるけど、うん、うん、まあできちゃったかできてないか、はたまた未知の生命体が何やらしたかは全然わからんけど、うん、何かしたら起きてるんじゃないかなって感じも、うん、このブラックボックスって、あ、これは多分その置換前生体 CPU のことやと思う。うん、破棄すべきでした、ですがあのブラックボックスをっていう言い方してるから、置換前生体 CPU がロシュだったりするの？その APC 用 CPU っていうのがさ、うん、そのもう一人の風まとってるロシちゃんじゃないの？あ、そう、だから2つ入ってる媒体っていうのがコキなんじゃないの？あ、そっかそっか、そういうことか、うん、別に存在するんじゃなくて、うん、そもそも一緒になってるっていう状態か、うん、だと思う。入れ替えたっていうことはそのもの、うんうんうん、そうだから破棄してないってことは一緒の場所にあるってことでしょ。そっかそっか、じゃあその、APC 用 CPU があの黄色めのロッシュか、うん、うんうんうん、で赤目を破棄したいのか。そうだから赤目を多分破棄したいんだと思うけどな、うん、だって何の力もないし、なあ、それが、あ、そっか、置換前生体 CPU ってもうほぼ言うたら人格みたいなもんなんかな。うん、でそのを置換させるだけやから、うん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 、そういうことか。声大丈夫か？映ったかな、私の喉のあれ。いや、紅生姜映んの。ちょっと瞬間移動させといた。紅生姜。紅生姜。怖っ。MP1 減ってると思ったらって。あー、なんか確かにそれなら納得いくな、全然。うん、って思った。時間前が残ってるからか。はいはいはい。高校計算機の内部を撮影した写真を所持して。もうちょいで終わりますね。おお。おお。クライマックス始めていきますか。始めましょう。はい。お願いします。はい。では、あなたたちはさかなクンが開けた、モノソドバージョン2の中に入り、まあ、鍵開けてもらって全員 APC ルームの中へと入れます。部屋の中には黒く角張ったデザインの巨大な機械が並んでいる。機械には壁面に操作デバイスが設置されており、その下には何か鍵穴のようなものが画面の下に貼り付いているのがわかるでしょう。機械は現在も作動しているようで、部屋の中は静かな駆動音がしていますといった状況ですね。機械作動してるのね。うん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 。あら、まあ作動してるとはいえ、まあ機能は発揮できてないってことやと思うけど。そうよね。うん。うん。じゃあスタンバイ状態みたいな。うんうんうん。多分今はできないでしょうね。うん、なんですかね。とりあえずちょっと詳しく見てみたいわね。うん。何を見てみます？鍵穴が。うん。どんな鍵穴かみたいです。どんな鍵穴かみたいです。いやー、見覚えがある鍵穴してまして、うん、なるほど。いやー、なんかロシちゃんの首の後ろにあったのと同じような形してます。おろろろろろ、この鍵穴もしかして。そうやな、そういうことね。そういうことだな。うん、そうですね。うん、なんか皆さんすごいなんか下り顔ですね。どういうことだな。どういうことなんだ。どういうことなんですか。ロシちゃん、
これはカクカクシカジカなんだよ。あ、カクカクシカジカなんですね。うん、何もわかりませんが。なんだと。ちょっと PL 発言なんだけど、はい、ロシュちゃんって自分がその古希であるっていう自覚はあるのかな、ちゃんと。いや、ないやないよね。ないよね。かな。そうだよね。日記じゃないわ。教授の文面見て悲しそうになってたタイミングでどこまで理解したかだよね。うん、そうだよね。うん、そう。確かに。そう、何を感じて悲しい顔をしていたのかはわからないんだけど。うん。だからロシちゃんにどこまでこう確認っていうか、その喋ってもいいのかがわかんなくない？その鍵穴のことだって知らないじゃん。うん、うん、うん、と思って、いやー怖。確かにロッシュの力はかりんと無理やけどな。うん、うん、うん、はい、いかがしますか。まず準備に入らんとあかんよな。そう。移動。そうだね。だね。準備。どうします？準備っていうか、セッティングをしに行かなきゃいけない？あれを。あれを、あれを。なんだったっけ？台風アイス。あ、そう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 。そうそうそう。そいつを中央に持っていかなきゃいけなくて。うん、目星とかしなくて大丈夫？いろいろ。確かに。あ、この場で、うん、ここにある APC 親機を使って真空にしなきゃいけないですね。真空にしないことには上に、なんだろう、台風、今度想像で開いても帰還させられないので、うん、うん、どうやっても台風愛のその設置をしてこないといけないですよね。うん、設置、台風愛さんもここで持ってるだけで愛のか、まあ、道的にはそんな大差ないから、うん、持ってるだけでいいか。でたら門は視界が通る場所にしか作れないので、うんうんうん、あ、じゃあ、一回じゃあ、あ、何？視界が通る場所にしか作られへんっていうのと、うんうん、あ、俺たちが見てた土星ってそういうためや。うん、だしあれだ。あれ？ガラス張り？そっちはいいんですよ。あのアルベールの方は台風合図で開けるんですけど、うん、もう一個こっちの地球側に開く方の門の位置を視認してなきゃいけない。あー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 そう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 。あれ？全面ガラス張りの作りよね、この建物って。大丈夫ですか？大丈夫ですか？計画理解できてます？もう一回おさらいします？ちょっともう一回おさらいしていいかしら。はい、じゃあこれから行うべきことをもう一回おさらいしましょう。はい、はい、どこからおさらいが必要だ。アルベールを帰還させるために必要な要素をあなたたちは揃えましたね。うん、はい、うん、APC、 この APC を使用して真空にした上で、うん、この 2.5 化学工業の空高くからアルベールを落っことして、うんうん、隣にある KECS のでかいやつによって落っこちる、うんうん、落っこちてくる探査機アルベールの速度を落として APC の効果の真空によって炎上を回避して着地させる。うんうん、OK？ うんうんうん、OK。 なのでこれからすべきことはこの APC 親機を使って真空状態にして、うんうん、で門を開くためには視認しなきゃいけないので移動して出る必要があるよな。そう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 、展望台までおりゃって門開いて、うん、エレベルを落っことす。そうよね、うん、これがやるべきことです。うんうんうん、展望台まで戻る。展望台まで行く。そうやな、それが必要よね、多分。筒、真空の筒状の上から落とさなあかんから。うんうんうん。展望台に行くには、
ワープできるのかな。あ、確かに。ただそのゆかりがある、今は目の前にあったから触れてるっていう意味でゆかりがあったけど、その上に行くためのゆかりみたいなのってどうしたらいいんだろうって、そのなんか行くぞーって言って行けるもんじゃないから、だし見えてる場所じゃないとダメなんじゃなかったの。自分が通る場所が見えてればいいんでしょ、うん、多分。ただその自分目の前を作ったとしても、その先の着地点、今この状態と屋上には無理やな、うん、無理よね。そうよね、屋上と縁のあるものがあれば別だとは思うけど、普通にエレベーターで向かってはどうでしょう大丈夫かなっていう不安が不安が、まあでも1階2階に2階まで上がってエレベーター使うっていう状態が、うん、そうね、そう2階に行くのはそっと行かなかな、うんうん。でも2階に行くの、2階じゃない、上に行くとき真空の状態してたらまずいよね。大丈夫なのかな。 あでもその部分の待機だけやから、あ、そっか、うん、大丈夫か、うん、やばかったら あれじゃない、展望台のとこから飛び降りたらいいんじゃない。うちら、あ、そうだわ、加速 あれ装置があるから多分飛び降りても、あ、まあそっかそっかそっか、うんうん、そう、夏目くんが飛び降りてる、大丈夫やったように大丈夫だったように、確かに確かに確かに。じゃあどう、あ、だからまず真空にさせる必要があるんやけど、うん、ええ、そうね、ここに刺さなきゃいけないんで、ロッシュにまず刺す必要がある、うん、え、目の前のとこじゃないとダメなのかな。ちょっと待って、その資料をずっと私探してるんだけどちょっと見つけられないちょっと待って、ここにある CPU のこの部屋の APC のこの部屋のところに1個鍵穴があるじゃない。そうよね、うんうん、そっちじゃないのかなって。やけど、あの1回そのね、これはどこだったかしら、ちょっと見つけられない。あれだよね、その親と親にこう切り替えるというか、うん、そうそう、ただそれがロッシュの首に直接のなのか、そこの目の前にあるやつなのかっていうのって記載されてなくない？いや、手順は書いてある。そうよね、ちょっと待って、どれだ、わかんないわ、どこはどこよ、どの資料だったかしら。門じゃなくて、どれだ、バレすぎだから。いい、何を探してます。国旗と親機が同時に運用さ、あ、これ見つけたわ。この資料。これは何かしらね。化学工業の調査資料ってやつ、ね。あ、そうね。調査資料だわ。これか。の2枚目だったわ。国旗と親機は同時に運用することは不可能で、運用の切り替えは鍵穴に似た制御装置に専用の機器を差し込み、内部のメモリに相当するユニットを移し替えることで可能になる。だから今その内部に内部メモリに相当するユニットが今ロシの方にある、うんうん、ユニットが今ロシの方にあって、うんうん、それを鍵を使って、まあ、吸い取って親機の方に流し込む、そう、うん、必要があるから、うんうん、ロシに一回鍵を刺さないといけなくなる。はい、うん、そうです。はあ、目の前のはつまり何を指してる？一回親機に差し込んでみて反応なかったらってことにしない？ダメかしら？差し込んでみますか？回避できないかなと思って考えてるんだけど。じゃあ一回刺すだけ。はい。うん、では鍵を刺してみますと。画面に、認証エラー、制御ユニットにて呼気の運用を停止してから起動してください。そうよね、やっぱりそうだもん、なるよね、そうなるか、うん、うん、うん、状況が私あんまり飲み込めてないんですけれど、どう、何か悩んでるんですか？うん、ロシちゃん、はい、自分の首の後ろを触ってみてくれる？言わない方がいい、これへこんでますね。そうね、
へこんでるわよね。はい。っていう会議。はいはいはい。ここまだギリ引き返せるな。うん、そう、まだ多分探査機来ないから、俺ファブラムについてちょっと調べた方がいいんじゃないかなって思ったりする。の読んでないのあるよね。ああそうだったな。そう読んでない資料あるから。え90分かかるんだよ。いやそうなんだよな、これで何も分かりませんでしただったら怖い。うん、ただこのまま鍵穴刺してロシが起動停止してしまったらって考えたら怖い。そうなんだよね、ロシちゃんが戻ってこれるかどうかは私ちょっと分かんない、ちゃんと無事にね、それが怖いわ。差し込み待機は山々だけど、でも読むにしても一回ここからは離れるべきだと思うけどね。うん、一回あの部屋で、うん、そのあの部屋に行くことによって、教授がロシを助けることができるみたいな発言をしてたと思うんだよね。うんうん、だからあの部屋で拾ったのって魔術書と、うん、その今読んでない資料と、うん、もう一個がなんだっけ、この APC プロジェクトの報告書、うん、についての報告書か、報告書、うん、なので、うん、そう思うとまだロシュを助けるために必要なものが揃ってない可能性はある、ね、魔術がワンチャンくらいだけど、うん、だからその資料読むべきかもしれないって思った。ファブラムの資料について、一回そのファブラムがあるところまで行って読むはダメかしらね。ああそう、それを提案しようとしてた、うん、そう、ここだとちょっと危険な気がするんだけど、うん、うん、ではそうですね、そんな感じで、悩んでるあなたたちに、じゃあロシュが声をかけるかな、うんうん、何で悩んでるのかは分かりませんが、もしそうですね、私の何でしょう、身の安全とかで悩んでるなら大丈夫ですよ、私は皆さん信じますからって言いますね。うんうん、の意味だこれ。信じます。うん、どっち、まあどっちどうなっても、そうですね、恨みはしないってことですね。うん、いや、うん、今どこに探査機あるんだろうな。うんうん、でも時間経過的なものを考えると、うん、多分70あのさちょ最近一番最新のやつで、うん、70万12月25日の正午ぐらいに70万と3800キロ地点だから、うん、こっからさらにまあ半日経ってる今現在って考えると、うん、まだ何十万キロかはなんか余裕あるんじゃないかなって僕はやっぱり思うかな。うん、もしかしたらその一旦ロシちゃんのその今の人格をどっかに保存とかできる可能性がファブラムにあるかもしれないから、あ、うん、そうだね、それはあるかも。ロシ、うん、だからファブラムにかけるか。そうね、ただ距離に関しては、うん、どこのタイミングで入って燃焼が始まる、う
発火が始まるかわかんないから。わからないわね。大気圏でしょ。あれ距離ってことはゼロがマックスじゃないと思うんだよね。うん、だし急いでるって言ってたわよね。柏田ちゃんも。だから。うん、いやでもハブラムは読むべき。うん。これ読ま。僕はとりあえず読みたい派です。うん、私も読みたい派かな。私も少しでも可能性があるなら読みたいわ。うん、うん、読んでもいいと思います。とりあえずここにいてすぐ鍵を刺すわけじゃないから移動します。一旦柏田教授の小屋の近くまで戻りましょうか。小屋、小屋っていうか建物。うんうん、まあそのファブラムがあるところ、ね、ファブラムのあるところまで。うん、そうよね。それでよろしいですね。よろしいですねって言われた。考えちゃうな。どうしよう。でも他の選択肢ある。だって他もう真空にするためにもう即差しかどっちかでしょ。うん、うん、即行動かもう読むかの今は2択しかないと思う。柏田教授が考えていたアルベール救出作戦、その鍵は全てあなたたちはすでに握っていることでしょう。柏田教授、その上で来た道を戻るということでよろしいですね。すぅちょっと待って読む場所はここでもいいんじゃない。ダメかな。いやどの道ファブラムがもし鍵になるんだったら一旦向こうまで戻らない。教授ってさ、うん、いろいろも知ってたわけだよね。うん、でファブラムに関してはまずその知らなかったという体だったとして、うん、鍵の存在どうする気だったんだろうね。確かにね。これがない状態でできるよっていう自信があったってこと。ああ、そういうことなのかな。そうか、そこ知らなかったから結局柏田ちゃんだけが一人でやってたら失敗してたってことなんじゃないのかしらね。別の方法がそのあったか。てかロシアがこの中に入っていることすら分かってなかったから。そうね。そう、それなんですよ。多分そこまで分かってなかったんじゃないかな。うん、だったらロシア関係ないんじゃないかなって思っちゃうんだけど、違うのかな。いやでもそうでもな。親機、子機、軌道。関係はあるとは思うわ。そうだよね。うん、ただ今思い出したけど、ファブラムには普通にニートン化学工業印だからちょっと信用していいものかも。ちょっと若干怖くなってきたわ。うん、ああ。まあでも必要なものなのかもしれないけど。カシは今病院にね。病院に。ロッシュ、そうですね。カシは今ロッシュはどこにいると思ってるってことですか。探査機にいると思ってるんじゃないかしら、ね、いうことだよね。うん、ロシュは探査機に戻れない。戻れないのかな。ああ今そう、このああそういうことか。この体にいるから扱いがどうしようもなくて、うん、確かに。そう、ロシュに今いろいろまあ気を使って話してない状態ではあるですけど、うん、カッシーからすれば探査機にロシュがいるでも感じですよね。そうそうそう。でもロシュ自体が神様に頼んでこの体に、しかもこの体で生きてるかすら分かんないね。意識だけ飛ばしてる可能性もあるから。うん、確かに。うん、もう事実確認をなさすぎて、ロシちゃんに事実確認をするしかないかしら。そのあなたは AI よねっていう
そのなんかそのこの体にその鍵とか刺して止めてもあなたの意識は大丈夫みたいな、まあでも言えないって言いそうだ、うん、かもしれないですけど、約束そう約束があるからでも、まあ、さっきからちょっとこっちを伺ってるんじゃないですけど、なんか、うん、そう気にしてる、みんなのこと心配してるから、うん、まあでもその資料読むに越したことは、うん、どうなんだろう、わかんないですけど、90分、うん、まあ、ロシちゃんに何か聞いてみるも選択肢にあってもいいのかなと。うん、そうよね、その結局私たちが勝手に決めようとしてるわけだしね、そのロシちゃんの意思とかそういうのじゃなくロッシュはどっちになってもいいよみたいな感じで言ってなかったさ、うん、そうなんだけど、まあ、あなたたちを信じて任せると言いましたね。そうよね、やだもう、やだもう、でもってことはそういうことなのか、消える可能性もあるのか、ロッシュ的にはもう目的を果たした、自分がやりたいことをやったから、いや読んだらすっきりしそう、なんかそうですよ、よろしいですねって聞き方ずるいわいやよろしいのかなと思ってそうよね、確認が大事なんで、うん、まあいや読まないとすまそうではあるか、疑念が残ったまま、そうですねではあるけど、ズッキーどう思う？そう、そこ聞きたかったわえ？ズッキーどう思うってうーん、ずっと黙ってるから考えてるんだろうなと思って、うん、俺は、うんうん、仮にそのファブラムの本を読んで、うん、新しい解決策が見つかるかもしれん、うん、その可能性は、まあ、読んでないから、うん、ないとは言い切れへん部分はあるけど、うん、あれだけ急いでた貸した教授のことやから、うん、もう決着をつけなあかん時なんじゃないかなとは思う。そうね、思ったより時間はないかもしれないって私もなんとなく思うのよね。そうだから90分も使えないみたいな、ほんまにそんな時間90分も読める時間があんのかって言われたら俺はないと思って、だし何だったら今もう23時じゃない、あの今日中になんとかしなきゃみたいな感じじゃなかったかしら、うん、もう人殺してるからさだからそこまで知ってるってことはよっぽどのことやと思うから、うん、もうちょっと時間に余裕があるんであればもうちょっと慎重にやってたはずやと思うのよ、うん、もう一日猶予があるぐらいなら、うん、多分それもないと思うのよ、うん、一日猶予は多分本当にないと思うわそう、浸水しちゃうのも時間の問題だし、だから本を読んで解決策見つかったけどもう手つけられへんよりかは、うん、後から知って悔しい気持ちもあると思うけど俺はこのことを解決したいと思ってる、うん、私逆に、あどうかな、あの後から読んでもしかしたら後から使えるかもしれないし、なんていうか、その今読むんじゃなくて、うん、そうそうそう、やし後からその探査機に残された AI、うん、そこにも希望があるかもしれんから、うん、であれば俺はそっちにかけたいと思ってる、そうね、ちょっとここ離れるの怖くなってきて、ちょっとなんかもう優柔不断おねえだわ、うん、そう、ロシをなくしたくないっていう気持ちは全員にあると思うのよ、うん、うん、そう、うん、確かにけどここでそう欠けるものがないと帰ってくるものもないと思うのよ、うん、だし、まあ、ファブラムっていう資料が罠って可能性もあるしな、そうだよ、ファブラムがニートン化学工業のものっていうのが、そうそうよ、
そうっすね。だし、さっきキーパーも言ってたわ。揃ってるって。メタ発言を。揃っているって。揃ってるけど、ハッピーエンドとは言ってない。橋田刑事が計画していた、アルベール基本計画の必要な要素は揃ってるでしょ。そうなのよ。必要なところは揃ってるけれども。そこにロシュが助かる保証はないけどね。うん。うん。やし、もしこれを行っているのは樫田教授であっても、これ以上の多分最善策はないと思うのよ。てか、なんで興味なかったんですかね、その樫教授、ロシュが入いるって言ってるのに、その少女の中に。まあ、現実味がなかったんじゃないかしら。AI と通信してると思ってるからね。うん、だからロシュがここにいるはずないって言ってたじゃない？うん、ああ、じゃあ単純に信じなかったってことですか？だロシュをその探査機から救うために行動してるのに、今ここにロシュがいるわけないっていう考えになるのが普通じゃないかしらね。それかもう全部知ってるとかもない。知ってる？そう、あの、なんだろう、中に入ってるのは知ってて、でもその探査機の方がメインだから、その別に今ここにいるこの少女に、でもおかしいなって言ってたよ。おかしいな、うん、ロシュがここにいるはずないんだけど、そうそう、鳩の作用がロシュって言ってておかしいなって言ってたから、あ、そう、うん、そうかそうか、うん、あ、なんでロシュって呼んでるのみたいな。そう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 、うん、だからそれは、あ、じゃあやっぱ知らない、うん、え、知らなかったら、じゃあやっぱりでもこの今のハシがやろうとしてることは、もしかしたらロシュを消しちゃうかもっていうことを気づいてないってことですよね。うん、だから今ここにおるけど、俺選択肢はないと思ってんのよな。もうここまで来ちゃったしね。うん。で、覚悟は決まりましたか？ミードルミー。俺個人の意見としては、うん、もうファブラムは読まない、うん、だし、私結局その PL 会議って言って止めちゃったけど、そのロシちゃんに鍵の話するかしないかの直前だったから。鍵の話はもう俺がする。そうだよね、するなら夏美ちゃんだよな。そうね、それの説明はロシちゃんにするのは夏美ちゃんがいいと思うんだけど、全員が納得してから行きたい感はあるけどな、俺は。そうだね。それで、ここそれでほんまにいいか。俺はもう覚悟はできてるけど。それ、とっさの時に、キャラがなんかするとかもなしってことですね。なのか。へ、いや、もう、その。納得してほしいから。そう。ロールプレイ上でちょっとなんとかするわ。私はあの読まない派にちょっと願えるわ。願える。願える。いや便乗かな。ちょ、めたいけど時間ないって言ってるところに90分の資料ってなんか、罠に見えてきた、そう言われてみたら。だし、読むのやめとくか。そうね、まあ誰か一人が読むはあるかもしれないけど、ここで分断ってなっちゃうわよね、なんかね。だから、あー、CP 的に読まないかな。目の前だってもう答えがあるんだもんね。そうね、ある意味。だし、私はなるべくそうロシちゃんともう離れたくなくて、あんまり。読んでもいいっていうんだったら読みたいかな、うん、この場で僕だけ、うんうんうん、でも、うん、一つあんねんけど、うん、起動させるとして、うんうん、詠唱が必要なのよ、うん、そもそも、うん、まあ一人かけて他の負担はまあ若干増えると思うけど、うん、門の想像のね、まあ、それに
要する時間も必要なわけで3ターン分いるからね。そうね、3ターン分ってどんぐらいなのかしら、時間って。まあ1分半ぐらいですね。ああ、じゃあ全然あれだね、炎がかかる、うん、から本当にこっから帰れなくなるというか、その動けなくなる、読むと、うん、行動制限だけが記念だから、うん、行動制限されて時間経つのだけは本当に難しいなっていうふうに思っちゃうな、やっぱ。よし、私も寝返るぞ。やっぱ時間は力よ。そうね。無能さんは、まあ、でもここまで来て読むっていう決断をするんだったら私たちは多分止めないわ、うん、そのまあ読むことは止めへんし、うん、それやったらその栄翔しに行くのも4人でしに行くし、うん、それでもしかしたらね、読んでて役に立つことがあるかもしれないから、うん、言えるとしては読みたいけどね。その代わり、うん、あのこっちの行動を、まあ、止めることはしてほしくないかなって思う。もう読む決断をするのであれば、うんうん、こっちは進めさせてもらうっていう、うん、その90分は多分待たれへんから、うん、別行動によるね。行動は決まりましたか？はいはい。ではどのように行動するのか教えてください。みんなごめん、俺はやっぱり読みます、うん、分かったわ。もうこれで読んでも読んで死ぬことになってももう僕は後悔しません、うん、かっ、うん、どこで読みます？アブラムマニュアルですよね、このみんなが今いるところで、うん、わかりました、うん、では、渡辺さんは、どか隅っこの方に腰を下ろし、アブラマニュアルを読み始めるでしょう。はい、図書館振った方がいい。これはまだ後でですかね、うんうんうん、あ、はいはい。では4人はどうしますか？まずロシちゃんに、ロシに、うん、鍵についてのことを説明して、うんうん、どんな感じで話します？じゃあ、うん、ロシちゃん、あ、はい、実を言うと樫田さんが叶えたかった夢、計画、はい、それに対する時間がもう実は全然残ってなくて、うん、そうですね、もう残された時間はないと思います。で、樫田さんの夢を叶えるためには、うん、この鍵を、うん、ロシュ、君のその首の裏に差し込む必要があって、うん、はい、でもそれをしてしまうと、うん、ロシュが無事じゃおられんかもしれんの。そうですか、でも皆さんがそれが必要だと判断したんですよね。これは俺の、いや、俺たちだけの判断じゃ決めきれへんから、ロシュに樫田さんの、樫田さんに対する気持ちを聞かせてほしくて。大丈夫ですよ、
私はまあ樫田教授ももちろんですけど、皆さんのことも信用してますから。それにそうですね、どの道もう時間がありませんから、何もしなければ何もなくなるだけです。ロシちゃん、あなたその体は本当にロシちゃんの体じゃないんでしょ？それはその答えなくていいわ。うん、でもね、あなたが何であろうと私たちはみんなロシちゃんのことが大好きなの。だからもし無事じゃ済まなかったとしても、何とかロシちゃんが助かる方法をみんなで探すから、私たちのこと信じてくれる？はい、大丈夫ですよ。私はそうですね、たとえこうしておしゃべりができなくなったとしても、また皆さんと会える方が嬉しいですから。ええ、ありがとう、ロシュ。じゃあロシュの首に、はい、はい、その前に一言言いますね。差し込む前に、うん、はい、ロシちゃん、また会いましょう。そうですね、またと言って、じゃあそうだな、じゃあロシュはくるみちゃんの方に手を伸ばしますね。うん、ギュッて両手で、うん、はい、ではくるみちゃんがロシュの両手を握ったその時、あとロシュが口にする直後、凄まじい突風が吹き抜ける。風は何もない少女の背後から吹きすさび、すべての探索者はその空気に押されて転倒し、床を激しく転がることとなるだろう。ロシュは苦しげにうめき、目からは大粒の涙がこぼれ、その粒は鼻端から自らの発する突風が吹き散らかしていく。しかしその苦悶の表情はピタリとやむ。先ほどまで叫んでいたのが嘘のような不自然な真顔で、あなたたちを見やる。その目に、先ほどまで溢れていた衝動は見られない。特殊な戦闘が始まります。戦闘ラウンドが始まります。はい。はい。はい。今回、少々特殊な判定が入ります。上のマップを、上のこの 1,2,3,4,5,6 マスのマップをご覧ください。はい、ちょっと待ってね。あなたたちは現状、ロシュの突風に吹き飛ばされまして、この一番端っこにいます。うん、ロシュからは絶えず、この部屋の端へ向けて突風が吹き続けています。もしロシュに接近したいのであれば、STR プラス DEX の半分の数値と、突風との間で対抗ロールに勝利する必要があります。勝利すれば1マスロシュへ近づくことができます。失敗すると転がってこの位置まで戻されます。なるほど、きっちりルールは理解できましたか？大丈夫です。大丈夫です、はい、では戦闘処理を始めます。何か喋りたいこととかありますか、始める前に。これダンは戦闘参加できない感じですか？したいですか？したければしてもいいし、したくなければしなくてもいいです。真横で本読んでるの、ずっと、まあ機械の裏とかに隠れてればとりあえずは大丈夫でしょうけど、どちらがいいですか？さすがに風が吹いたらあれってなるから、うん、いや、
まあさらに本を読む、そうね、さらに時間かかっちゃうだろうからね。すごい鋼の意志だな、ね、すごいな。ダンちゃんそっちは任せたわよ。頼みました、頑張ってくれみんなって感じでピッて親指を出します。え、あと途中から戦闘加わることってできそうですか？あ、まあできると思いますよ、うん、同じ部屋にいるし、うん、ただまあやるとしたらラウンドの終了タイミングとかにしてくださいね。切りがいいタイミングで。はい、はい、では4人は何か喋ったりしますか？ロシュの様子は明らかにおかしい、おかしい、変貌しましたね。もう声は届かない気がするな。ウオちゃん、ロシちゃん、ウオちゃん、あの時のやつよね、これ。そうです、これがそうなの。こんな様子でした。そう、雷が鳴った あの時もこんな感じだった。そう、ロシちゃん、やるしかないやろ。行きましょう。え、もう止まれないのよ。はい、ではくるみちゃんからですが、何かしたい行動はありますか？これは近づくべきなのかどうかが。え、鍵って差し込めたの？差し込めてないですね。差し込めてないんだな。そうだな、うん、夏美ちゃん連れてかなきゃいいんだよね、うん、まあ誰かたどり着けば鍵はなんかうまい具合に投げ渡っちゃったとかにしても全然いいですよ。じゃあ近づきます。近づきます、はい、では、対抗ロールが発生します。はい、くるみちゃんの STR プラスデックスの半分は、15ですね。1マス進むためには13との対抗が必要なので 60% ですね。R と、あれ？レックスの半分か。はい、CCB。60%。CCB60 で。はい。CCB。いけー。てか、くるみちゃんで60なんだよな。60。よし！ OK。では、風をかき分け、エロシェルと少し近づくことができます。テレタ夏目くん、進みます。はい、夏目くんの数値は14なんで、なので55%ですね。 CCB55 は信じてる。うん、いけ。あ、危ない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 わ。では、夏目くんは前へと進むことができない。くっ、お次、ウオちゃんね。13、どうしますか？あ、と進みます。はい、では13とも対抗なので 50%。 はい、うん、進めない。やはり突風が強すぎるのでしょうか、踏み込みがうまいこといかず、この場から前へと進むことができません。では椿、はーい、前進みます。はーい、椿は11なので 40% ですね。40はディコール大丈夫、これほっ、あ、落ちた。では1本前へと進むことができます。では、続いて、ロシュの手番なんですが、ロシュは、そうですね、前へと出てきたあなたたち2人、くるみ沢と、椿さんを見やるだけで、特に何かをしているようには見えない。うん、見えないが、突如、あなたたちを不可視の風の刃が襲う。うん、2人は1ダメージ負ってください。はい。かまいたちのように肌が切れてちょっと怪我をしたって感じですね。風？何ですかこれ。はい、ではラウンドが巡ります。くるみ沢、はい、何をしますか？進みます。はい、では先へ進む場合は14との対抗になります。先ほどよりも 5% 下がる。うん、55。よっしゃー。では2マス進めます。すごい、すげえ、ロシちゃん強気持ちが勝ってる。愛が
はい、残り2マスです、ゴールまで。これ前に立ってるんですよね。ん、何、その例えば夏目ちゃんとさかなクンの前の、うん、まあ道に泣きがこんな、ね、いるんですよね。そうですね、その人の後ろからこう前に来るっていうのは難しいんですか。ん、どういうこと。つまりその人が風よけに、その人が風よけに、ちょっと厳しいかな。なるほど、わかりました。まあくるみさんぐらい体格がでかかったらいけるかもしれないですね。それはまあ許してもいい。くるみちゃん真後ろだったら、くるみちゃん真後ろだったら許してもいい。了解です。なんかサイズの関係上みたいな。そう、ね、早すぎるくるみちゃん。そうね、違います。よっしゃ今行くわって。早い。に成功したら届きますね、距離。ああ、うん、あとじゃあ1回、あと1回成功すればロシまで手が届くところに行けるでしょう、うん、頑張れみんな。では椿はどうしますか。そうですね、どうしようかな。いや進んどきます。あ、でも私じゃなくないですか、はい、あ違うか、そうだわ、夏目ちゃんよ。夏目です。じゃあ進みます。はい、では先ほどと同じですね、中三との対抗です。進め、頑張れ、いけない。コロ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 、心の距離感、はい、嘘だ。これ男性陣情けないぞ。そうよ、女たちが頑張ってるわよこれ。乙女が。はい、ではさかなくん、進みます。はい、では先ほどと同じですね。はい。はあ。する。進めないますが。はい。頑張れ、頑張れ。あれ。あずし、あ待てよ。40じゃない。十じゃなくて。あ違う。え？うん、あそっか。35。あそうですね。先ほどより 5% 下がって35。はい。はっ。うわ、さすがに。あ惜しいわね。これ下がるんですか？そうですね、1マス下がりますね。前へと進めず、それどころか、風によって押し戻されてしまうでしょう。これきつ。くるみちゃん、ラウンド終了時、ロシュは、まあ、戻って、転がってった椿は放置して、くるみの方をじっと見やります。ダメージ優しいなお前。1点ダメージ、愛の力。愛の力。では一周回ってくるみざわです。くるみちゃん、当然の話をしますが、風の発生源はロシュです。近づけば近づくほどその風が強くなるのは当たり前の話でしょう。ロシュまであと一歩、つまりそれは最も風が強い場所という意味です。くるみざわは21との対抗になります。21。なんかロールでうまくできないかな。 6負けてるから30減って 20% ですね。うお、現状だと、うん、いける。ふみちゃんロールの20% あるの強すぎる。愛の力があれば、愛は叫ぶんだ、まあ、この辺はね神するキーパーではありますよ。そうだよ、叫ぶ、いけ叫ぶ、いけ、ふみちゃん頑張れ、やれや、ロスちゃん、また一緒にゲーセンでいっぱい遊びましょう。ちょっと惜しいわ。ちょっと惜しい。はい。では、そう叫びくるみざわは必死に手を伸ばすが、ロシュには届かない。それどころか風の力によって押し戻されることでしょう。いけー。あ、一個下がるのか。1個下がる。ああよかった、最後まで行くかと思った。最後まで行きたい。いや行かないわ、絶対に行かないわ。いやこの距離飛んでくるクルミザ怖っ。いやでもほら勢いよく飛んできたらほらみんなベルトしてるから大丈夫よ。あそうかそうか、あ確かに、うん、はい、では夏目くん、これ近づくぞ、これ永遠と、はいはい、あの PL 的ジョリアにいいっすか。はいどうぞ、もちろんいいですよ。これみんなで行ったらなんとか踏ん張れるんじゃないですか。あのみんなでこう耐えるね。背中だよね。そうと思う。あ一列で対列ってこと。対列。対列です。押し込む。くるみちゃんならいいんですよ。でも向こうヒロタイプやしな。まあとりあえずそこにいるからそのまま続けといてもらって後ろの3人で
STR 合わせていけないかな。なるほどね、面白いからいいでしょう。おお、うなさないすぎる、まあ、どれぐらいかな。まあでも言うて1人につき 5% ぐらいかな、ボーナス上げるとしても。でもそうしたら1回クルミザに近づく必要ってありますよね。クルミザは1人で大丈夫なんじゃない後ろ3人で同じマス目側で、はい。でまあ先頭の人がダイスを振ることになると思います、うんうん、で2人が補助するということで先頭の人にプラス 5% ずつボーナスを上げられるということにしましょう。65になるってことか、うんうん、今そう、ね。誰が先頭をやりますか。夏目さんあかな、多分一番、うん、こんな3人仲へと一番高いんで、うん、じゃあいいことを教えてあげましょう。はい、渡辺さん15ですよ、 STR プラステックスの半分。そうなのよね。おあじゃあもうじゃあ来いよ。みんなが大変そうなので渡辺くんダン君、いや どっちがいいのかしら。お願いします。まったく今どころじゃねえよ。ダンも参加します。ダンちゃん、ダン君、渡辺さん、鋼の意志を曲げてまで手伝いに来てくれました、この男は。じゃあ戦闘よ、あんたが。本当に待たせちゃダメや。いいな、遅れてやってくれ。はい、では渡辺が進み3人が補助するでよろしいですか。はいはいはい、はい、では渡辺さんは15だから、13度の対抗 60% なんですがプラス15して 75% ですね。強い、うん、強いわ。すごい。うん。おーい。注意。はい。じゃあ4人は渡辺を風よけに前に進んできます。やったー。では、ラウンド終了時、ロシュは再び接近してきた全員に対して、お前1しか出ねえな。優しい。優しいわ。優しい。どうしたー。今行くわ。届いてる思いが。全員1点ダメージですね。全員か。全員前に進んでる人は対象になります。うんうん、私がここでクリティカル出せば2歩進めるのよね。進めてゴールですね。そうよね。ではラウンドが巡りまして、渡辺はちょっと後ろ3人と合わせなきゃいけないので待機ってことになりますかね。はい。クルミザワです。進むわ。あいつだけ一人で進んでるの大きいな。力強い、愛の力が。18、さらに進むためには18との対抗になります。3点負けてるので 35% ですね。クリティカルしたら届くぞ、クリティカルしたら届くぞ。今行くわ。行け。ちょっと大丈夫かしらみんな。はい、ゴロ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 。あたたたたた。うわー、グエン、何してるんだクロミさん。もう風が強すぎるのよ。はい。クロミさんは一緒に行けないっすよね。そうですね、このラウンド行動したので。はい。うんうん、4人組。いやみんな行きますよ。いくらだ ?70 になるのかな ?70 か、5% 下がる。70ね。いきますよ。せーの。あーだバラバラバラ。わあ困ったわね。息が合わず全員が転がり落ちていきますね。なんか対策立てないと。はい、まあ、ここら辺で気づいてもいいでしょう。このままでは拉致が開かない。うん。って言ったところでラウンド終了時にクルミザワにダメージが2点入ります。痛い、ちょっとそろそろ応急手当てほしいわね。はい、拉致が開かない、拉致を拉致をん明かしに行きました、とどめ刺しに。そうね、はい、うん、どうしよう。ではラウンドは回って渡辺の手番ですが、拉致が開かないってことは、あ、ワープ、後ろに回れる。え、ワープで回れないよ、後ろ。回れるわ。後ろのとこにワープしよう。ワープしたいわ。ミコちゃんみたいにできるよね。そうだす。3ラウンド
かって、いや、ラウンドいらん、一撃る、うん、あ目の前に、後ろに3ラウンド使うのは炎症のあれだけだから、あじゃあダウンは門の創造を使って、はい、ロッシュの後ろに回り込みます。突風の中思うのに別の本を懐から取り出して読み上げ始めますね。そうよね、イントかけで3の判定が必要です。そうなの、炎症を成功させる必要があるな。私のイントは50、あ違う、17です。はい、では3番の 3倍なので鍵を握っている体です。51、うん、お願い、神様お願いします。なあ、さすがに風でページがバラバラしてちょっと読みづらかったですね。え、これじゃあ夏目行動、いや、次はくるみちゃん、そうね、私が後ろに回るわ。くるみちゃんもでみんなの場所まで戻ります。戻って詠唱するわ。はい、どうぞ。いけ、くるみちゃん、ヒントかけ3。あ、うん、2足りない。うわー、すごい、悔しい。はい、続いて夏目くん、これします。これって、うん、暗記してんのってまた別ですか。暗記してた場合はこのイントかける3がいりません。うん、なので唱えます。はい、では詠唱完了まで3ラウンドかかりますね。そうね、その間全員この場で待機でよろしいですか。応急処置を振らせてください。お願いします。あ、まあいいですよ、3回振っていいよ。私振っていいやった。3ラウンドかかるから。あ、なるほど、 OK です。じゃあまずくるみちゃんに1回目、はいはい、振ります。成功。 1D3 3。ありがとう。シュワシュワシュワ。私いっぱい怪我したからね。ちょっと十分に1回振ります。うんうん、はい、私も自分に1回振りたいわ。あ、失敗した。で、あとはもう一人、誰が一番減ってる。あ、微妙。いや、もう一回自分に振っていいんじゃないか。てか、あれよね、あの3ラウンドあるからっていうのだったら私たちも応急手当てできるわよね。まあできますけど、さすがに1点のダメージの怪我を3点回復とかはちょっと勘弁してくださいね。お、なんか1点ダメージを3回負ったから 1D3 を3回回復しますわ。ちょっと、ああ、そうだね。うんうんうん、だからあの、もし失敗してもカバーできるかもしれない。はい、どうぞ。あ、よかった、よかった、よかった。はい、じゃあ1。はい、自分には効かないんだね。確かに。ではそこで夏目の呪文が完成します。夏目は MP を1点減らしてください。さて、で、どことどこをつなげますか。今この場所と、うん、ロッシュの背後、うんうん、ね、具体的には、具体的には首の裏。はい、では、夏目の目の前、その眼前に、小さな門が開き、そこからは見覚えのあるエロシの首裏の鍵穴が見えることでしょう。夏目ちゃん、お願い。ロッシュ、ありがとう。そう言って鍵を差し込みます。はい、では門の向こうに見える鍵穴へ夏目が鍵を差し込むと、ロッシュはその場で意識を失って倒れます。戦闘終了、お疲れ様でした。はあ、はあ、いやあ、なんかあれ、どうしたんですか。戦闘生き残れましたよ。届きたかったな。惜しかったね、あれ。クリティカルまで出して。クリティカルもう一手番遅れて出してたら多分届いてたね。そうよね。夏美さんとさかなくんに治療を振ってもいいですか。はい、やりますか。いいですよ。ファンブル出したらごめんね。ロシアはぶっ倒れてるけど、とりあえず置いといて。確かに。置いといてやってする。でもくるみちゃんが真っ先行ってそうだから、うん。そう、行ってロシちゃんをとりあえずあの、うん、
綺麗な形でこうなんか夏目ちゃんとさかなクンの動きによって手当てをします。 どうしますか、お二人。二人が真っ先に駆け寄らないんだったら治療するか。まあ自分は一旦、うん、治療待ってもいいかなって思う。あ、分かりました。じゃあ、見てます。近くにいたんでとりあえず大丈夫って言ってさかなクンって位置振ります。1D32 ありがとうございます。てかあれか、振らなくても前回、そうね、確かに1で夏目ちゃんに、はい、おー、 ありがとうございます。いいえ、アブラムの資料ってまだ次読んでもいいですか。そうね、離脱して、まあいいですよ。暑かったけどな。そうね、切り替えがすごかった、うん、じゃあ僕は、うん、みたい、うん、ロシちゃんをとりあえず抱えますね。はい、その首の裏には鍵が突き刺さったままですね。じゃあ、うん、その鍵を一旦私が抜きます。はい、では鍵を抜きますと、この鍵の、ちょっと待ってね、あれどこ行った、あ、行っちゃった。はい、この鍵の先端の部分のくぼみがあった場所に何やら見覚えのない赤色の宝石のようなものが2つはまってるのがわかるでしょう。これがメモリかしらね。ですね、データみたいな。ロシは倒れたまま意識を取り戻す様子はありません。この宝石に対して目星触れます？目星じゃ何もわからない。目星、うん、いや、なんか地質学とか、地質学とかか。地質学ならまあワンチャン振ってもいいよ。いや、ないよな。ないわ。若干色違うんちゃうとか見えるけど。そうね。なんかオレンジと赤に見えるよな。わかるわ。オレンジと赤。それはまあ光の反射の都合じゃないですか、ね。反射の都合かな。同じ色してんのかな。同じ色ですね、これ。同じなんだ。同じ色でいいですよ。まあとりあえずこの鍵を受け取ります。夏目ちゃんに渡して、ロシちゃんをとりあえず抱えておきます。はい、はい、では応急手当の判定、医学でもいいですけど行いますよ。振ります。はい、30よね。ここじゃあちょっとロッシュが心配で心配で、もうなんか何も頭に入んないです。ロッシュって言って私が見てもいいですか。あんまあ、いいよ。ちょっとクルミさんはクルミさんで邪魔されるかもしれませんけど、ロッシュちゃんがロッシュちゃんが心配しちゃう。じゃあ何もわからん。みんなロシちゃんがどうしよう。ロシちゃん、あ、ロシちゃん落ち着いて。そうですよ、探査機にね戻ってることになりましょう。みんな30%あるでしょ、やんないの。ああ、もう一人ファンブルしたら殺害ダメージを負わせるぞ。まあいいよ、判定しても30%。ちょだ、頼む、誰かやるか。誰か成功しないと、誰か成功しないと、誰か読んでる人がまた来ることになる。よっしゃー、よくやったわ。夏目さん、よくやったわ。夏目さん、好き。いい男すぎる。やめ。鍵刺したも自分やからな。確かに。ではそうですね。クルミダーが抱きかかえて叫んでるのをに妨害されつつも、まあロシの様子を軽く見てみますが、見てみますと、まあ普通に気絶してる、意識を失ってるように見える。が徐々にその脈が弱まっていっているような気がします。ただしに動向ということはありませんが、はい、長時間経つとどうなるかわからないでしょう。すぐに何とかしないと。ロシの脈が、ロシちゃん、すぐ助けるからね。急ぎましょう。じゃあ急ぐよ。いや違うわ。この鍵をおやきに。そうね。
差し込みます。はい、では、ガチャリと音が響き APC 親機が起動します。操作は直感的に可能でして、中庭から上空までを真空にする操作は簡単に行うことができるでしょう。ですが、いざそれを実行しようとしたその時、画面に警告表記が浮かび上がります。内容を見るとどうやら APC 装置の出力上限に達しているようでして、操作自体は可能ですが真空に保てる時間には限りがあるということがわかります。想定制御時間は約30分、これを超えれば装置はオーバーヒートを起こし真空は強制的に解除されるでしょう。本当に実行しますかという選択肢、はい、いいえが浮かんでいます。いや、行かないから、行かないと強くない？みんな、うん、ここから残された時間は30分しかない。それを切ってしまったらこの真空装置がオーバーヒートを起こして自動的に停止されてしまうから一発勝負。やるしかないってわけね。じゃあ行きましょう。わかりました。やりきろう。その話聞いてダンまたもう本読むのやめてしていいですか。はい、どうぞ、はい、ここはね大事なとこなんでいた方がいいと思います。ね、もう本読むのを諦めますダン君ありがとう。もう時間もないみたいなんで。そうね、うん、決着をつけましょう。オスで。ええ、はいはいはい、はい、では実行します。はい、では実行するを選択する。その瞬間、はいを入力されたそれを確認した瞬間、あなたたちは部屋から駆け出し上階へと向かうだろう。背後では先ほどまで静かだった装置が徐々にうなりを上げ始めていることがわかる。さて、あ、違うか、ここからは時間との勝負です。うはい、門の創造バージョン2で門を、流れは上空へと開くには、屋上庭園まで向かう必要があるでしょう。門を開くにはその地点を視認している必要があるが、豪雨の影響で中庭に立っている状態で上空を視認できるかは怪しいからです。では可能な限り距離を稼ぐためにあなたたちは屋上まで駆け上がるでしょう。では、その道中、ちょっと待ってね、その道中で地下2階までの階段を駆け上がることになります。そこには金属製の重厚な扉が存在しました。頑丈そうで、多少の衝撃ではびくともしなさそう。扉の先は倉庫のような空間で、この入り口は隠されていたものであろうということがわかります。付近の案内プレートには地下2階の記載があるでしょう。ここで全員のデックス判定を要求します。はいはい、デックスかける5で判定してください。全員早いんだよな。デックスかける5。デックスかける5。大丈夫。いますよし。はい。デックスかける5。よし。ナイス。ではさかなクンの失敗がなかったことになりますね。おお。ダンク。やる。ダンさん。いてくれてよかったな。ダンク必要やって。そうだ。さかなクン何やってんだ。ありがとうございます。ああ行こう、時間がない。はい、では転びかけ、つまずきかけた魚くんの手を引き、あなたたちはまっすぐ走る。倉庫を抜けるとその先は一般的なフロアであったようですが、社員は誰一人として歩いていません。しかし廊下には明かりがついている。エレベーターも使用できそうですが、どうやって屋上まで行きますか。エレベーターで行きたい私は。
階段は時間がかかりすぎる。そうね、エレベーターで、しかもガラス張りよね。そうですね。まあ、そうね、うん。エレベーターで行きましょう。あ、うん？ああ。そう、階段だとちょっと時間もかかるし。はい、ではあなたたちは全員エレベーターで向かわれよろしいですね。はい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 、ではあなたたちは全員エレベーターを使用して、展示室フロアまで登ります。お、展示室内は照明が落とされており真っ暗だが、屋上へ向かう階段は、まあ、隣にあることをすでに説明されているのでわかるでしょう。懐中電灯は3つあるですが屋上庭園の扉は当然施錠されています。椿さんが確認した通りですね。そうですね。はい、どうしますか。鍵穴にショットガンを。ありはい、打ち込みます。はい、では鍵穴にショットガンをぶち込むと扉がぶっ飛ぶでしょう。よし。よし。ゴーゴーゴー行くぞ。行くよ。行きましょう。そのままあなたたちは屋上庭園へと飛び出す。普段であれば美しい庭園だったのでしょう。しかしこの連日の風雨で木々の葉は散らされており無残な光景が広がっている。その光景を見渡してあなたたちはふと気がつく。先ほどから雨音がしない。肌を叩く雫がない。風もない。それに気がつきあなたたちは一斉に空を見上げる。台風の目だ。しかしその中に土星はなかった。台風の目の空に広がる空いっぱいにはノイズのようなものが激しくかかっており、それを上書きするように赤い文字が大量に浮かんでいる。エラー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 。さてあなたたちは、台風の合図を取り出し門の創造バージョン2の映像を始めるだろう。始めますよね。もちろん。はいはい、はい、では、この判定は、何回でも挑戦できます、うん、ですが失敗すればするほど後々の展開に影響があることを覚えておいてください。ほう、でこの判定なんですが、まず暗記している人はい必要ありません。ありがとうございます、続いて暗記していない人はいはい、イント ×3 の判定が必要です、はい、ですが今まで一度でも詠唱に成功したことがある人プラス 10% の補正を上げます。あ、ウオちゃんだわ。ちゃんだけか、ウオちゃんだけだね、うん、はい、はい、その上で全員詠唱を行いまして、まあ、全員成功すればもちろんいいんですけど失敗した場合、誰かが失敗した場合はその人の詠唱完了を待つか、その人の詠唱完了を待たずに完了してる人だけで呪文を遂行するか選択をしてください。その場ででいいんですか。そうですね、とりあえず全員判定してからですね。あ、もう一個ありました。一人でも暗唱できる探索者がいる場合は一人につきプラス 5% の補正が乗ります。ということは、うん、だから、夏目くんはまず判定いらない、はい、さかなくんはプラス 15% で判定ができる、はい、あと3人はプラス 5% で判定ができます。プラス5、プラス5、うん、やっぱりまず3かけてからプラス5か。そうですね、47ね、41? 41か。え、そんな少ないよ。やるわよ。12かけの3。そうね、私も14だから47よ。41だ。わ、やばい、41。オッケーです。はい、押せます。オッケーです。はい、では、覚悟決めてダイソー振ってください。誰か声かけて。ああ、行こう。行っちゃった。行こう。演唱してやるんだから。ああ。
ません、ちょっとこれで。あ、よし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 。あ、もう、あ、これいいんですか。ってことは、まあ成功してるから大丈夫。あ、そもそも。あ、さて、どうしよう。椿さんクリティカルしたんで、なんかいい感じの演出すればカバーできたことにしましょう。なんかくるみちゃんはちょっと気が流行って、なんだっけ、気が流行ってる様子がわかるでしょう。大丈夫、手握って、一緒に椿ちゃん一緒に乗り越えよ。ありがとう。強いな、マジで。マジで5人いて1ラウンド目で完成ってマジで言ってるよ。これが仲間の力なんだ。そうよ、力を合わせれば。私たちはサンタさんなんだよ。そうよ、全員ロシちゃんのサンタさんなんだから。5人揃ってサンタさんだ。ではあなたたちは一発で呪文の詠唱を完璧にできます。よし、最後の一節を、全員で読み上げ、あなたたちは空を見上げる。あなたたちが目にしたのはノイズまみれの台風の目、その中心に発生している黒いもん。そこから突如として何かが高速で地表に向けて射出されたのをなんとか見て取るだろう。音速をはるかに上回る速度で落下してきた、それが何なのか、あなたたちの目はすぐに捉えることはできない。しかしその物体は真空中で徐々にスピードを落とし、屋上付近まで降下してきた頃には自由落下を下回る速度になっているだろう。すでに土星の大気圏への突入により所々が損傷してはいるが、あなたたちはそれが何なのか直感的に理解する。土星探査機アルベール、それが屋上横を過ぎ去り中庭の中央へとゆっくり静止する様をあなたたちは目にするだろう。全員目星の判定をどうぞ。よし、いけ。ああ失敗したか。よし、はい、ではですね、成功した人、成功した人だけこれを見てください。なんだ。ちょっと待ちなさい。あれはアルベール、本当に落ちてきやがったのか。これはマジかよ、信じられねえ。あんなのが落ちて大丈夫なの、はい、見たわ。はい、じゃあ見た人は判定を行ってください。はい、どう待ちよう。これか、これは読まなくていいのね。読まない、読まないでくださいね。わかったわ。人と見てない人がいるんで。気になる。めっちゃ気になる。まあ無理ね。あ、産地チェック。産地チェック私。全然成功してないわ。え、1回も成功してない。初期値55の人に並びましたね。そうね。あー、ここで。あ、あれ、あ、ちょっとスペース空いてるんじゃないかしらこれ。うん、そうみたい。おー、よし、優しい、優しい世界。はい、ではですね、進めますよ。はいはい、呪文の詠唱を終えて、探査機を地球に呼び戻すことが成功したあなたたちは、今度は APC 親機の真空制御を解除するために地下へと戻ることになります。そうね。あ、さて、どのように戻るとかありますか。どのように戻る、飛び降りる。あ、飛び降りましょう。ああ来た後に1階のエントランスが開いてる。あー、そっか、開いてない可能性も、まあ開いてんじゃないですか。開いてるらしい。じゃあ飛び降りましょう。もう決死の覚悟で。
もう急いで飛び降りる、急ぐわよ、飛び降りるわ、エレベーターよりも早い、そうよ、早い、私たちは鳥よ。じゃあ全員この175メートルから飛び降りるということでよろしいですね。ちょっとだけ震えてます。はい、夏美は1回20メートルで体験してるんで大丈夫。私あの今度は私が椿ちゃんの手を握ります。おー、大丈夫よ椿ちゃん。じゃあ夏目は体験談から2人を安心させます。ダンとさかなクンを。マジっすか、こっから飛ぶんすか。 20m で無傷やったんや、いける、確かに。怖かったら捕まっていいよ。いや一人で飛びますよ。せやー、最強フライ私たちも、せーの、バタフライ。では屋上から飛び降りたあなたたちの体は重力に引かれ地球へと真っ逆さまへ、地表へと真っ逆さまに落ちていくかと思われたが、その速度は徐々に減衰し無事に地表へと着地することができました。本当に無傷だわ。分かってた、怖かったな。そうね、行きましょう。以上、行こう行こう行こう。はい、ではあなたたちはここから急いで地下の APC ルームまで全力で駆け下りることになるでしょう。さてここから先、制限時間内に APC ルームまでたどり着けたかどうかの判定を行います。飛び降りた後に、飛び降りた後に。相当時間がなかったね。はい、今までの行動によってこの判定ができる回数が変わってきます。一発よ、だって私たち。ああ、そういうことか。そうよ。はい、全員デックスかける5を振ってもらうんですけど、はい、3回成功することができれば APC ルームまで、APC のおやきが壊れる前にたどり着くことができます。私たち全員が3回ずつバラバラで振って1人、別々、あ、別々誰か1人でも同じ探索、そう、誰か1人でも3回成功すればいい。そして、何回チャレンジできるかというと、なんと7回もチャレンジできる。いやー、やるじゃん。はい、はい、X×5 ですね。 X×5 の判定を全員行ってください。順番にね、1順ずつ。じゃあまず1回目、うん、上からで、そうね、上からいきます。いきます。あ、そういうこと。あ、そうそう。あ、オッケー。ん、あ、びっくりした。ハン君が3回振ってから次あの振るみたいな。違うわ、全員5人とも、5人がデックスかける5を振って、そうたら1周回って、次もう1回5人が振ってって感じです。一応あれでいく、デックス順で回していく。まあまあそれでもいいですよ、分かりやすいしね。そう、じゃあ、じゃあ渡辺君よろしく。神様頼む。あーなんだエリア渡辺君、そうですね、初手出遅れてますね。うわー、すっ転んじまった。そこまでではない。足がもつれてる。ハンブルしたらすっ転んですよ。そう、ね、うん、はい、では次くるみちゃん、みんな行くわよ。よし、オッケー。では1回成功、1抜け。俺も負けてられないぜ。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。もう2人は地下まで入って感じですね。みんな行け、渡辺さんはまだ地上にいます。うん、じゃあ漁師の足なめんなよ。いいわね、いいね、いいわね、いいわね。デックス早いのよ。足、ああ、ラクさん、先行ってください。はい、ではですね、3人は成功した3人は地下2階まで到達しました。こっち2人はまだ地上段階、地上にいるぐらいの時間ですね。はい、では2回目いきます。はいはいはい、振ります。はい、いけ、うん、よし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 よあれ、なんか不安になってきたな。夏目くん行ってくれ、夏目さん、絶対に救ってみせる。よし、いいわね、いいわね。結構危ないわ、うまいわ。夏目くんは地下3階まで行きました。すごい、はい、次さかなくん、行け、さかなくん、おもちゃん、行きます。
行け、はい、魚行きます。あいいわねいいわね。じゃあ椿行きます。はい、あよかったよかった。よし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 、全員早いのよ。はい、3回目。はい、次のあなたたちのセリフはこいつこの場面でなぜクリティカルを出せるだ。失敗しちゃう。なぜ成功しない。なぜ成功しない。スタンド。はい、はい、私はさっきから慌ててばっかりで失敗してるから落ち着いていくわ。よし、ああ、落ち着き大事。行け、行ってくれ夏目さん。夏目さん行ってください。頼む。これは俺が始めたことなんだ。よし、OK、よし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 、一応さかなクンも振っていきましょうか。よね、一周そうね。ロシちゃんと魚カクテル飲むんだ。いけー。あ、やったじゃない。魚カクテル。あ、2回振ってるわ、危ない。もう対応しましょう。よし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 。私も振ればいいですか。そうですね、クリティカルしたらたどり着けるんで。いけ、はい、すごいね。まさか3回全部成功する人がいると。あ、よかった。よしよし。では、夏目くんとさかなくんは APC ルームに到着します。覚悟だけは決めてきたんで。はい、APC おやきは、そうですね、画面にたくさんのエラー表示を吐きながら、まだ、すごい轟音を立てながら起動しています。今ならば停止することができるでしょう。おやきを停止します。はい、ではAPC おやきの停止に成功しました。お疲れ様でした。あ、でもまだ油断するのはまだ早いわ。うん、安心するのは早い。そうだね。時期に3人もこの部屋へと追いつくことでしょう。と今背負っているんでね。ロシちゃんは。何を？ロシュはこの場に置いてたんじゃないですか。背負っては走ってないでしょう。うん、あ、そうか。ロシュ。といったところで一旦ちょっと休憩を挟みますか。はい。おお、暑い。トイレ行ってきます。トイレ行ってきます。行ってきます。